岡市天神に建設中の仮称新福岡ビルの工事現場で、18階からおよそ180グラムのアルミの部品が道路に落下しました。このビルで物が落ちたのは11月から3度目です。仮称新福岡ビルを建てている西鉄によりますと、今日午前10時過ぎ、18階から長さおよそ40センチ、重さ180グラムほどの L 字型のアルミの部品が車道に落ちました。換気口に鳥の侵入を防ぐ金網を取り付ける作業中に落ちたもので、落下防止のネットの隙間をすり抜けたとみられています。怪我人はいません。このビルでは去年11月以降、金属部品や断熱材が落ちるなど、今回が3度目です。西鉄では再発防止策として、落下対策が確認できるまでは、落下の恐れのある作業は中止するとしました。